それではですね、また今日もう一つちょっと小ネタを見つけたんで、ちょっと上げてきますけども、まあ、ウロ戦争が終われへんということでね、まあ、報道官もずっと同じ話をね、1年間してるということで、前にこのね、サキさんっていうのが変わって、こっちのね、ジャンピエールに変わって、ね、このサキっていう、ね、報道官は、もうやめちゃって今悠々自適の生活をしているということになってね、今度は、海軍出身の報道官ですけども、このカービー報道官っていうのが言ってるんやけど、この報道官も、まあね、まあ、海軍出身でずっとね、軍事旗の広報をしてきて、で2017年に一旦退任してるんですよね。で2021年にこの国防省の報道官に就任してるってことは、このトランプ政権の間いてないということで、まあ民主党寄りの報道官かなっていうような感じですよね。で2020年にはね、国家安全保障会議の戦略広報官に、まあ、起用されてね、複数の省庁にまたがる安全保障に関する広報を統括しているという立場になってます。まあ出世やと思いますよね。で彼がね、1年前に、ね、候補してた時には、ね、非常にまあ誠実なね、感じで、で記者もまあそこでね、言葉、こういう言葉を入れるのはどうなんかというようなことも質問してた、ね、でまあその答えも非常にまあ誠実な形で答えをしてたんやけども、1年経ってね、クレムリンのドローン攻撃があった時、まあこれね、さ、このピエールもやってるから3人の候補が必要で、このドローン攻撃があった時に ね、はいはい、ね、結構ね、韓国と中国がやり合っていること、結構動作が激しくなったりとか表情がね出てきて、They talk regularly and frequently. I couldn't tell you when the next conversation is going to be, but So there's been a terrific dialogue there. I'd point you to that. But don't think about this. で、そういうね、1年間の、まあ、最初は誠実な感じだったけど、この時にはもう動作が激しくなって、相手をなんとかね、言いくるめようっていうような形になってい、くと。で、そういう、身振り手振りが大きくなって、相手の感想をね、引こうという、関心を引こうという人なんですよね、共感を求めてきたり、ストーリーっぽく話したり。意味をなく思って、ジェスチャー、ね、身振り手振りが大きくなる、ね、こういう身振り手振りが大きくなる、ね、まるで自分の話に自身は説得力がないのを隠すため、やたらと大げさな身振り手振りをしているかと思ってしまうほどであるいうのを、まあ、だんだんと 見抜かれてるというかね、見てるということなんで、まあ、1年経ってこのカービィの変遷が面白いなっていうんでちょっと小ネタで、あげました。まあ、いずれ、まあ、消えてく人ではないかなとは思ってます。まあ、ある程度小物やけども結構ね、まあ、世界の顔になってる人なんで、また次あればあげます。